皆様こんにちは、セリナです。今回は11月4日発売で毎年かなり人気の高い大注目のコフレ、ルナソルのアイカラーレーションスペシャルエディションの EX02 版モダニティをご紹介していきます。予約の段階でもものすごく人気だったのですが、今回意外と在庫が多かったようで、予約なしでも当日発売で購入できるようでした。今回のパレットは多彩な質感のベージュブラウンが詰まった発色ということで、お仕事メイクなど普段使いにもしやすそうだなと思いますが、11月1日に発売されたコスメデコルテのホリデーコレクションの中に入っていた発色アイシャドウパレットもベージュニュアンスだったので、この2つの違いが気になっているという方も多いですよね。カウンターでお伺いしたところ、コスメデコルテは追加販売はないそうなのですが、11月の15日から予約キャンセル分の販売は開始するとのことでしたので、この2つの比較については近日中サブチャンネルで比較動画をアップしたいと思っております。今回はルナソルのスペシャルエディションの1色ずつの単色塗りと2パターンのメイクルックをご紹介していきたいと思いますので、少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他のブランドのクリスマスコフレのご紹介や、サブチャンネルではリクエストやご質問いただいた内容の動画もアップしていきますので、気になっている方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。アイカラーレーションスペシャルエディション EX02 モダニティ、ルナソルがブラウンをもっと自由にする。多彩な質感のベージュブラウンに意外性や遊び心を詰め込んだ発色のパレットアイシャドウ、柔らかなムードからクールな印象、モードな表情まで思いのまま、感性を刺激する新しいブラウンコレクションで特別なホリデーシーズンを彩って、ということで、 EX02 版モダニティはマットな質感からまばゆい輝きまで多彩な質感のベージュブラウンが豊かな表情を演出するモダニティ。それではまず1色ずつ単色塗りをしてどんな感じのカラーなのか見ていきたいと思います。今回のパレットは左上から順に A から H の番号が振ってありました。それぞれカラー名とカラーの説明もブランドサイトに記載がありましたのでご紹介していきます。まずは A、 クリスタルダズル、透明感のあるベージュゴールド系高輝度パールを詰め込んだ輝きあふれるまばゆいカラー、オイルリッチな質感で大粒パールもしっとりとフィット。 A はの大粒の雨が綺麗ですよね。まぶたにのせてもしっかりとラメが見えるタイプです。はい、 A のカラーはこんな感じです。説明の通り素肌が透けるような透明感のあるベースにベージュゴールド系の高輝度パールが配合されているとのことで、まぶたの上にのせるとパールやラメはホワイトっぽく見えます。ただ全体としてはベースのニュアンスを感じるカラーです。続いて B、 シマリング、繊細かつ多彩な輝きを秘めたベージュがまぶたにニュアンスを与えるカラー、ほのかに影を忍ばせ艶やかに立体感を引き出します。 B はすごく繊細なラメとツヤですね。はい、 B はこんな感じです。カラー説明ではベージュとのことですが、実際にまぶたの上に乗せてみると明るいピンクベージュのような発色です。柔らかいカラーとパールの艶めきが綺麗ですね。普段使いもしやすそうです。続いて C、 ナスターベール、一塗りでメタリックに目元を彩るカラー、光沢感に包まれたブラウンが軽やかに深みを与えながらまぶたの立体感を強調するような仕上がり。C はメタリックカラーとのことですが、すごくナチュラルなので、底
こまでギラギラになってしまう感じでもないですね。ベースに少し深みのあるブラウンがついていて、上にピンクのラメが輝いて可愛いです。今回全体的にこの質がさらりとしていて軽いですね。はい、Cはこんな感じです。画面だと少し分かりづらいかなと思いますが、ピンクのメタリックに光りますが、細かく光る感じなので派手になる感じではないです。ベースのカラーがしっかりとついているので単色塗りしても可愛いですね。続いて D、 メルトピーチ。肌に溶け込むように馴染む質感の温かみのあるライトカラー。しっとり滑らかに伸び広がり、まぶたを明るくスムースに仕上げます。 D はまぶたの上にのせてもかなり肌馴染みがいいですね。白っぽい明るいピンクという感じの発色です。はい、 D はこんな感じです。かなり肌馴染みがいい明るめのピンクカラーという感じですね。ベースに塗っておくと少し明るさも出てくすみを飛ばしてくれそうだなと思いました。この質は軽いので伸びはいいですが、しっとりとしている感じというよりは滑らかで伸びがいいという感じの質感ですね。続いて E、 アーモンドラテ。ノーパールでふんわり溶け込むマットなライトブラウン。均一に発色しながらも自然にぼかしやすく肌なじみのいい仕上がり。こちらはノンパールタイプということで、でもこの質が本当にふわっとしていて軽いので全然指で塗っても濃くなりすぎなくて程よい発色ですね。カラーも濃すぎないので目元に陰影をつけたい時にも使いやすいです。はい、E はこんな感じです。マットタイプですが軽い質感なので指で塗っても少し素肌の透け感が残るような感じで、濃く暗くなりすぎないけどちゃんと目元に影をつけてくれています。カラーとしては少しオレンジのニュアンスも感じるような明るめのベージュブラウンっていう感じですね。そして F、 モカ。自然な陰影を与えるニュートラルなダークブラウン。繊細なツヤ感のあるシックな深みが目元に奥行きを演出します。このカラーはパレットで見た時も一番濃くて深みがあるカラーなので、こんな感じでしっかりと目元に陰影をつけてくれます。でも隣に塗っている E のカラーと同様、本当に今回軽いこな質なのでこちらのカラーも全然指塗りでも大丈夫ですね。はい、 F はこんな感じです。今回のパレットは全体的にベージュやブラウンニュアンスでまとまっているので、どのカラーの締め色としても使いやすそうなニュートラルなブラウンですね。続いて G、 ブルーフラッシュ。ブルーの大粒パールが澄んだ輝きを放つカラー。ブラウンベースだからベージュブラウン系のカラーと馴染みやすく、ブルーの輝きが神秘的なニュアンスをプラス。Cのカラーは今年のトレンドという感じの青み系なので、このカラー気になっているという方も多いんじゃないでしょうか。意外とまぶたの上に乗せてみるとそこまでベースのカラーが強く出ないので、透け感が残っているベースに深みのあるブルーとシルバーのラメが輝く感じで使いやすいですね。はい、 G はこんな感じです。パレットで見るとこんな感じなので結構しっかり発色するのかなと思っていましたが、まぶたにのせてみるとかなり発色がナチュラルだったので指でしっかりと何度か重ねてみました。しっかり重ねていくとベースのカラーが見えてきて、ブランドからの説明ではブラウンベースとのことでしたが、
このブラウンが少し紫っぽいニュアンスも感じるので、ブラウンと組み合わせても使いやすいと思いますが、ピンク系のカラーと合わせても可愛いんじゃないかなと思いました。今回全体的に発色はナチュラルめだなと思います。そして最後 H セピアグロー、ほのかにゴールドがきらめく赤くつやめくミディアムトーンのブラウン、締め色としてもミディアムカラーとしても。 H もトレンドのレッド系ですね。まぶたの上にのせるとすごく絶妙なレッドニュアンスのブラウンという感じで可愛いですね。はい、最後 H のカラーはこんな感じでした。指でしっかりと発色させていくとレッドニュアンスが強く出てくるかなと思います。レッド系のアイシャドウに挑戦してみたいけどうまく使いこなせなさそうという方にこのカラーすごくぴったりだなと思います。ゴールドラメはまぶたの上にのせてもかなり微細です。ではここからはパレットを使ったメイク2パターンご紹介していきたいと思います。まず1つ目は B、D、E、F、H の5色を使ったメイクです。まず E を指にとってアイホール全体にのせていきます。程よい陰影がつくカラーなので仕込みとして塗っておくと目元に立体感を出してくれます。軽いこの質なので失敗なく使いやすいところがいいですよね。続いて B を指にとって上から全体的に R のツヤを足していきます。ベースに塗った E のカラーはノンパールタイプでしたが、上からこの微細なラメを足すことで自然な陰影の上にラメのツヤめきが乗って可愛いです。本当にベーシックでナチュラルなメイクにしたい場合はこの2色だけでも素敵だと思います。続いて H を指にとって上まぶたの目尻3分の1に塗っていきます。しっかりカラーを発色させたいので指で押せていきます。指でも綺麗にアイシャドウ同士が馴染んでくれます。レッドを塗るとベーシックだけど一気に今っぽさと華やかさが出ますよね。続いて D をディオールのバックステージアイシャドウブラシ S にとって下まぶた全体にベースとして塗った後、最後 F をブラシにとって上から薄くブラウンを発色させていきます。上まぶたが柔らかいカラーなので下まぶたに深みを足します。はい、こんな感じで1パターン目のメイクが完成しました。今回のパレットはどのカラーも発色がナチュラルで普段使いもしやすいようなベーシックカラーがたくさんセットされていましたが、今回のメイクで使用したレッドのようにアクセントになるようなカラーも入っているので、華やかにしたいときはベーシックメイクにこのポイントカラーをプラスしても楽しめるんじゃないかなと思いました。目の下などの細かい部分以外は指で仕上げましたが、指で塗ってもパウダーが軽いのでアイシャドウのカラー同士の境目がテクニックがなくても綺麗に馴染むので、メイク初心者の方にもすごく使いやすいと思います。レッド系のメイクに挑戦してみたいけど似合うか不安という方に期待かなと思います。続いて2パターン目ご紹介していきます。2パターン目は A、C、G の3色を使ったメイクです。まず G を指にとってまぶた全体にのせていきます。このパープルも意外と発色がナチュラルなので今回はしっかりと指で重ねてカラーを出していきたいと思います。
2、3度重ねてこのくらいしっかりと発色させておきます。続いて A を指にとって上まぶたの黒目の中心から目頭寄りにラメを重ねていきます。 G もパールとラメの艶めきが綺麗なカラーですが、さらに上からこの A の大粒ラメを重ねることで華やかさが増すのと、白っぽい輝きを足すことでより透明感がアップします。目の際を中心にしっかりと入れていきます。続いて C を指にとって上まぶたの目の際にしっかりと塗っていきます。こちらもメタリックのカラーで3色のラメとツヤを重ねて華やかに仕上げていきます。ピンクっぽく発色するのでこのブルーとの相性も良くて可愛いです。最後に C を MAC のホリデー限定アイシャドウブラシにとって下まぶた全体に入れていきます。ベースに程よい深みもあるので下まぶたに入れるのにも可愛いです。はい、2パターン目のメイクこんな感じで完成しました。2パターン目はパールやラメのきらめきが強いアイシャドウを3色重ねて作ってみました。ベーシックなカラーにポイントでラメやツヤを足すのも可愛いですが、ラメやツヤカラーだけを重ねて作ってみるとこんな感じで結構華やかな印象のメイクも作れるので、このパレットは普段使いにも特別感を出したい時にも使えるなぁと思いました。ブルーパールのカラーをしっかりベースに塗っていて、上から白っぽく光る大粒のラメを足して透明感を出した後にブラウンベースのピンクメタリックのカラーを入れることでしっかりと下まぶたや目尻に締め色効果を出しているので、艶やかで華やかですがちゃんと目元の印象もしっかりと見せてくれています。この組み合わせもすごく可愛いと思います。はい、ではこんな感じで11月4日発売のルノソルホリデー第1弾アイカラーレーションのスペシャルエディションをご紹介していきました。今回すべてのアイシャドウ軽いこなし質で発色もナチュラルだったので、どのカラーも指塗りでも使いやすくて、メイク初心者の方やシーンを選ばずにベーシックに使えるパレットを一つ持っておきたいという方にぴったりだなと思いました。ただベーシックなカラーの他にもこういったポイントになるカラーや大粒のラメタイプも入っているので、お仕事メイクにももちろんですし、ホリデーの華やかなメイクに挑戦してみたいという時にも使いやすいと思います。気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。